フェルナンド・アントニオ・エーバットは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。相性はナンディット。日本では、フェルナンド・アバットと表記される傾向にある。2002年12月12日にアマチュアフリーエージェントで、ヒューストン・アストロズと契約して、 プロ入り。2006年までは、メジャーマイナーともに登板機会がなかった。同年は、ルーキー級のドミニカンサマーリーグで15試合に登板、うち11試合で先発を務め、5勝2敗、防御率1.32、ホイップ0.93という成績を記録した。2007年は、引き続きアパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビルアストロズと、A マイナス9トリシティバレーキャッツでプレー。 合計で19試合に登板し、53.0イニングを投げたが、防御率4.25、ホイップ1.19等の数字は前年に比べると悪化した。2008年は A 級歴新ントンレジェンズですべてリリーフとしてチーム最多の45試合に登板し、防御率3.30、ホイップ1.19を記録したが、2勝7敗と負け越した。年は、 a a ランカスタージェットホークスで41試合82.2インニングにリリーフ登板し防御率4.14を記録。ヨシキュ球が8だったためチームの平均ホイップ1.61に対して A バットはホイップ1.04だった。また a a 級コーパスクリスティフックスに昇格し先発として3試合に登板して防御率3.21ホイップ1.07を記録した。 うち9月2日のフリスコラフライダーズ戦では6点レイニングを被安打1、ヨシキュー1無失点に抑えるピッチングを見せた。2010年は AA 級コーパスクリスティで先発として4試合に登板し、全試合で5点レイニング以上を投げたが、勝ち星はつかなかった。その後はリリーフに回り、7月には登板した4試合で連続して勝利投手となった時期もあった。 同年メジャーへ昇格し、7月28日のシカゴカブス戦でメジャー初登板を果たした。8対1とリードした9回表に、マウンドに上り、先頭打者の福留光介に支球を与えるなど、1アウト1、2塁のピンチを招いたが、最後は1回無失点に抑えて試合を締めくくった。その後、一時期トリプル A9 ラウンドロックエクスプレスに降格したが、 8月20日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー復帰した。この試合では0対7とリードされた8回裏に登板し、5番打者のジャンカルロス・タントンから初奪三振を記録したが、続くコデロスとヘクター・アルナに連続本塁打を浴び、初非本塁打と初失点も記録した。続く8月24日のフィラデルフィア・フィリーズ戦からは8試合連続で無失点、9月。 以降はチームが戦った30試合中17試合に登板して6ホールドを記録した。シーズントータルでは22試合の登板で防御率2.84ホイップ1.00という成績だった。ちなみに同年のマイナーでの成績は AA 級コーパスクリスティと AA 級ラウンドロックで計19試合に登板して4勝3敗防御率2.35。 ホイップ1.33だった。2011年は開幕ロースター入りを果たした。同年は失点を喫するケースが重なり、5月16日のアトランタブレーブス戦で4敗目を喫した。その後、トリプル a 級オクラホマシティレットホークスへと降格し、6月16日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャー復帰を果たした。しかし、 7月2日のボストンレッドソックス戦で1.0イニングを4安打1本塁打4失点と打ち込まれて防御率7.32となりこれが同年のメジャー最終登板となった同年のメジャー成績は29試合のリリーフ登板で1勝4敗防御率7.32ホイップ1.88フィップ6.33だった2012年は アストロズとトリプル A 級オクラホマ式の間で昇格と降格を繰り返した。この年ももっぱらリリーフとして登板していたが8月にはメジャーで自身初の先発登板を果たした。この時期8月25日から9月24日にかけて6試合に先発登板したが5.0回を投げ切ったのは1試合だけかつすべての試合で敗戦投手となった。同年 メジャーでは37試合の登板で0勝6敗、防御率5.09、ホイップ1.65を記録した。オフの11月1日に FA となった。2012年11月19日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2013年はトリプル A 級シラキュース・チーフスで5月にかけて17試合17.0イニングに登板し、 防御率1.06ホイップ1.12を記録。5月25日のフィラデルフィアフィリーズ戦でシーズン初登板を果たすと10試合連続で無失点に抑え、7月終了時点では26試合24.1イニングで防御率1.48を記録していた。その後は失点が増えたがシーズン全体では自己最多の39試合に登板し、 防御率3.35ホイップ1.38と過去2年と比べると成績が改善された。2013年11月25日にジョン・ウッテンとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2014年は3月31日の開幕戦で登板して無失点に抑えるとそこから14試合連続無失点を記録し、 その間は13.1イニングで被安打に被打率47.15奪三振だった。5月から6月にかけては防御率が2.00を超えた時期があったが、その後は失点が減り、7月から9月にかけては18試合連続無失点も記録した。最終的にこの年は69試合にリリーフ登板し、チームのリリーフ陣ではトップとなる。 防御率1.57をマーク。ピンチに強いリリーバーとしてブレイクした。2015年は2年連続60試合以上となる62試合にリリーフ当番し通算250試合当番に達した。この年は47.2イニングで11本塁打を浴びて防御率4.15と前年より成績が落ちた。オフの11月20日にリーフとなり、 12月3日に FA となった。2015年12月17日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ツインズでは39試合にリリーフ登板し、1勝4敗1セーブ、防御率2.65、ホイップ1.21という成績を記録、セーブを挙げたのはメジャー初だった。 2016年8月1日にパットライトとのトレードでボストンレッドソックスへ移籍した。レッドソックス加入後は18試合に登板したが、防御率6.39ホイップ1.66とツインズ時代よりも成績が悪化、2チーム系では57試合の登板で1勝6敗、1セーブ、防御率3.66ホイップ1.33を記録した。2017年、 開幕前の2月8日に指名投手枠で第4回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された後、代表に合流した。シーズンでは48試合に登板し、これは、ここ4シーズンで最小だったものの、防御率3.30、ホイップ1.24はいずれも同4シーズンで上から2番目に良い成績だった。オフの11月2日に、FA となった。 2018年2月17日にフィリーズとマイナー契約を結ぶがスプリングトレーニング中に自由契約となった8月3日に独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した2019年2月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ開幕を参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで迎え 8月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となった。2020年2月12日にナショナルズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月17日に自由契約となった。その後、7月24日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。 オフの11月2日に FA となった。2020年12月21日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から参加のトリプル a 級ノンフォークタイズでプレーし、8月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。持ち玉は140キロ台半ばから150キロ前後のツーシーム。 ォーシーム、120キロ台のナックルカーブ、チェンジアップがあり、ナックルカーブは空振りを奪える武器である。60マイルパーアワー台のイーファースピッチも交えることで、知られる。ありがとうございます。